ハマグリは、マルスダレガイジョかマルスダレガイカに分類される2枚以外の一種である。食用として重要な貝類の一つである。日本の俳句文化においては、春の季語の一つ、ハマノクリ、あるいはハマノツブテから、ハマグリという呼称は、生物学的には唯一の種メリトリックスルソリアを指す。標準和名であるが、他にもいろいろな使われ方があるため、生物学や、 水産学関連の文書以外でのハマグリ、ハマグリ、ハマグリなどが何を指すのかが不明な場合も多く注意が必要である。古くは日立国風土器に鹿島のハマグリのご意思が名産として記述されているが、これは外洋産の朝鮮ハマグリのことである。古くは一般的な二枚貝類の総称としてハマグリが使われた。これは他の言語で二枚貝一般を指す単語。 例えば英語のクラムなどに通じる用法で、英和辞典にクラムの訳語として出ている。ハマグリ、ハマグリもこれに相当する。したがって、翻訳文の中でハマグリと訳されている会話、実際には真のハマグリと和族は元よりとがさえ異なる二枚貝であることも多い。和名構成の機関ともなり、ベニハマグリ、ノミハマグリなど、分類学的には縁のない別族や、 別科の2枚以外にも、ハマグリという標準和名のついた種も少なくない。ハマグリ族の種はどれも外見が似ているため、水産市場や日常生活では、朝鮮ハマグリやシナハマグリを含め、ハマグリと総称、根性される。なお、国内で流通するハマグリと呼ばれる貝で流通が最も多いのは、朝鮮ハマグリである。2000年頃以降に、日本の市場で、白ハマグリ、 ウムギなどの名で売られるようになったものは、近縁の同化別属の本尾のす貝である。長さ 8cm、幅 3.5cm、高さ 6.5cm ほどの丸みを帯びた三角形の貝殻を持つが、よく成長したものでは、拡張が 10cm 以上になる場合もある。本来の分布域は、日本本土の東北地方以南の地域と、朝鮮半島の一部で、 淡水の影響のある内湾の砂底底に生息する。しかし、日本では昭和後期に急激に減少し、少なくとも1980年代以降、干拓や埋め立て、海岸の護岩工事などによって生息地の旋回域が破壊されたため、瀬戸内海西部のス王などの一部、有明海の一部などの局地的な生息地を除く、ほとんどの産地で絶滅状態になった。品浜グリとは、 殻の光沢の有無や反問、殻の形によって大まかに見分けることができる。すなわち光沢があり、反問型用で、殻の光端がやや伸びるのが、ハマグリ、光沢乏しく、くすんだ灰色の地に、ゴマダラが多く出て、殻の両端の伸び具合がほぼ同様ものが、シナハマグリである。巻かれた、シナハマグリが、在来のハマグリと交雑して遺伝子交雑を引き起こしている。 可能性が指摘されている。明治期の横浜の魚介店の立体写真。店先で大量のハマグリが売られている。地面には剥いた後の殻が見え、のれんにもハマグリの文字が読める。当時の東京湾はハマグリの一大産地であったが、昭和後期にはほぼ全滅してしまった。主として熊本県産のものが流通しているが、ひな祭りなどハマグリを食べる時期を除けば輸入品である。 シナハマグリの流通量に比べると極めて少量である。日本国内で流通するハマグリ類の9割以上は中国、韓国産のシナハマグリである。一方で福岡県糸島市のカフリ湾のように近漁期間、区域の設定、小さな貝は放流するといった規制により、ハマグリの資源保護と高級ブランド化に成功している地域もある。千葉県レッドデータブックでは、 ハマグリは野生絶滅であり、現在千葉県で産出するものは外洋産の朝鮮ハマグリである。環境省レッドデータブックでは、2012年に新たに絶滅危惧通類に指定された。日本人にとって非常に古くから親しまれてきた食材で、縄文時代からの出土事例がある。東京の中里貝塚から大量に出土したハマグリの貝殻を分析した北区アスカヤマ博物館では、 大きく育つまで待ってから採取する、資源管理や、干し貝にして内陸へ供給していた可能性を指摘している。日本初期にも記述がある。成分に、琥珀酸を多く含み、独特の味、風味とうまみに富む。現代では、吸い物や、クラムチャウダー、鍋物の具、酒蒸し、焼きハマグリ、佃煮、土瓶ドビン蒸し、串焼き、寿司など、幅広い料理で利用される。 ビタミン B1 を分解してしまう酵素、あのイリナーゼを含むため、生食には向かない。ハマグリは、同一個体の貝殻同士でなければぴったり噛み合わない。そこで、結婚式で、ハマグリの吸い物が出されることも多い。また、良い伴侶に巡り合えるようにとの願掛けからひな祭りに、ハマグリを牛をるなどの料理にして食べる風習がある。アサリや、シジミ等と比較して価格は高い傾向にあるため、 一般的に日常で食べる機会は少ない魚介類である。2019年5月17日、ミシュランガイド愛知、岐阜、三重2019特別版にハマグリ料理を扱う、店舗が掲載、パエリア、炊き込みご飯など、バイヤを中華料理に用いられる。いずれの場合も十分な加熱処理で使用する、朝鮮ハマグリの酒蒸しハマグリの酒蒸し砂出しした、ハマグリを日本酒で蒸し煮にしたもの。 醤油やニンニク等で調味することもある。ハマグリの炭火焼き炭火の上に網を置き、焼いて口を開いたら、醤油やみりんなどを垂らして食べる。ハマグリのガソリン焼き北朝鮮の郷土料理に、屋外の調理で、ハマグリのガソリン焼きというものがある。生のハマグリにガソリンを振りかけて一気に焼き上げるという、生貝を蒸し焼きする調理の一種で、ガソリン臭さはなく美味であるという。なお、 ガソリンの代わりにアルコールを使う調理もあり、こちらの方が調理としては上等なものとされる。浜辺に生息しており、形が栗の実に似ていることから、浜栗の意味が定説とされている。他には、石を意味する古語の栗から浜の石を意味とする説がある。栗浜とは食い違っていることや、当てが外れることで、浜栗の浜と栗を逆さにした俗語で、東語の一つ。 室町時代頃には使用されていた。漢字は、ハマグリをそのまま180度回転させ、見た目を逆さまにしたものである。ハマグリの貝殻は、貝合わせという遊びにも使われるように、ペアになっているから意外とは、ぴったりと形が合わないという性質を持っている。このことから、食い違って合わないことを、ハマグリの東語として、グリハマという言葉が生まれた。 後に名って、グレハマという言葉が使われるようになり、現代でも使用されている。グレルとは不良になることで、前日のグレハマを略したものに名詞を動詞化する設備語、を付けたもの。不良行為、非行行為をするようになるという意味で、江戸時代頃から使われるようになった。もともとは、不良という意味を持っていないが、一説には、グレルという行為が、親が望むこの姿から外れたということから、 同志化する際に不良という意味を持ったと言われている。ありがとうございます。